社員のくせに雑用係みたいなことしかさせてもらえないなんて、小宮さんって相当仕事ができないのね。給湯室で鉢合わせした際、係長は私を蔑んだ目で見ながら笑った。4月から営業部に赴任した菅原係長は、本社勤務の女性社員の中で一番の出世頭と噂されている。一流大学出身で、留学経験も豊富という、華々しい経歴らしい。自社が運営する輸入家具の販売店舗を管理する販売部での実績が評価されて、若くして営業部の係長に抜擢されたのだ。私は2年前からこの輸入家具販売会社の営業事務として働いている。菅原係長は6年先輩にあたる。私があなたぐらいの時は自分の企画が採用されて、プロジェクトを進行していたんじゃないかしら。誇らしげな顔で菅原係長が言った。確かに私は短期雇用の派遣社員と似たような内容の仕事をしている。私だって営業部員の補佐みたいな事務仕事だけしていたいわけじゃない。定期的に企画案を提出しているのだけど、見向きもされないのだ。後で見ておくよ。提出するたびに言われる常套句。営業部長は多分目を通してくれていない。まともな仕事をしていないなら給料泥棒と言われても仕方ないんじゃないかしら。菅原係長の言葉のトゲが心に刺さった。私だって入社時には希望に満ち溢れていた。就活の時、採用面接では総合職として活躍を期待しているよと面接官にも言ってもらえたから、新人研修の時の模擬プレゼンでは同期の中で私が一番評価が高くて嬉しかった。そのおかげもあって期待に応えようと、ますます仕事に対するモチベーションがアップした。だけど新人研修を終えて営業部に配属直後のある出来事で、上司から大きな仕事を任せてもらえなくなってしまった。しかし、ふてくされていてもしょうがない。大きくても小さくても、仕事は仕事だ。とにかく、今の私にできることは、任された仕事をコツコツとこなして、徐々に認めてもらえるように努力し続けるのみ。菅原係長は、赴任してきて1ヶ月が経つと、部内の数人をピックアップして、チームを結成した。もちろん、チームリーダーは菅原係長。係長がメンバーに選んだのは、彼女と同期だという亀井主任。彼らの3年後輩で、私の3年先輩の太田先輩だった。亀井主任と太田先輩は、入社以来営業部一筋。太田先輩は営業部に配属されてからずっと亀井主任の下で働いてきたらしい。最初は指導係と新人の関係性だったが、亀井主任の指導を受けて、太田先輩はどんどん仕事を覚えていったそうだ。成長して頼もしくなった太田先輩と亀井主任は、今ではバディのような関係性。お互い信頼し合うビジネスパートナーだ。これは、営業部の歓送会で新人に披露する鉄板ネタになっているから、部内では全員周知の事実。だから、営業部員として優秀な二人が一緒に菅原チームに抜擢されるのは不思議じゃない。しかし、意外なことに、係長は私もチームメンバーに指名してくれたのだ。やっと活躍できる場所が与えられたんだと喜んだのもつかの間、すぐに我に返った。私のことを給料泥棒呼ばわりしていた係長が、なぜ肝入りのチーム編成に私を入れたんだろうと疑問が湧いた。首をかしげざるを得なかった。だけど、直接会話するのは給湯室で居合わせて嫌味を言われる時くらい。
仕事の指示を菅原係長から直接与えられたことすらない。主に係長の補佐的立場で営業事務を担っているのは、派遣社員の中島さんだった。たとえ中島さんの手が空いていない時に、私に仕事を振りたい場合でも、わざわざ他の社員を通して間接的に私へ指示が来る。そうして頼まれた資料のコピーを渡す時にも、係長は私と目を合わさずに、そこに置いといて、と言うのみ。社交辞令でもお礼を言われたことはただの一度もなかった。なので、係長とまともな会話ができるとは思えない。ましてや、チームに私を加入させる意図を質問できるような間柄ではなかった。こんな状態で、チームの一員としてやっていけるのだろうか。過去の痛みも蘇ってきて、つい弱気な心に支配されそうになる。不安の方が強かったけど、せっかくのチャンスを逃したくない。やるしかない、と気合を入れ直した。チームの一員になったにもかかわらず、菅原係長とは相変わらずまっとうにコミュニケーションを取れない日々が2週間続いた。そんなある日、始業直後に係長が私をデスクに呼び寄せて、珍しく目を合わせて言い放った。明日、イタリア語での商談をお願いするわ。チーム内でも係長をはじめ、亀井主任や太田先輩の補佐的な事務作業ばかりだったのに、突然の提案だった。しかし、次の言葉に耳を疑った。失敗したら、全責任はお前に取ってもらうから。係長は、お腹の底から出たようなドスの効いた声を響かせた。給湯室で嫌味を言われる時も、さすがにお前と呼ばれたことはない。主任や先輩の目の前で、あえて威厳を示すように強い口調で言ったのかもしれない。何回も同じこと言わせないで。聞こえたの？イタリアの家具メーカーとの商談よ。係長は返事もせずにぼーっと突っ立ったままの私を再び一喝した。はい、わかりました。私が元気よく答えると、彼女は若干気をされた様子だった。いつも係長に対しては弱々しい声しか出せていなかったので、彼女が驚くのは当然かもしれない。ありがとうございます。私がお辞儀をすると、係長は一瞬にっと笑った。そのぎこちない笑顔を私への激励と受け取った。彼女は、対外的な仕事は得意だけど、職場の人間関係における人付き合いが苦手なだけかもしれない。いつも能面のように無表情なのも、きっとうまく笑顔が作れないからなんだわ。給湯室での嫌味。いや、あれも嫌味ではなく、葉っぱをかけてくれていたのかもしれない。あなたと私では仕事に対する腹のくくり方が違う。と、暗に私に伝えたかったのかな。確かに、これ以上職場内で嫌われたくなくて、任される仕事だけこなしていたところがあった。定期的に企画案を提出してはいたけど、それをスルーされてしまったら、そのまま諦めていた。何度も食い下がりはしなかった。私には、係長のようなガッツが足りていなかったのかも、と反省した。これ、商談相手の資料だから。係長は放り投げるように私に資料を渡してきた。初めて係長とまともなコミュニケーションが取れた気がして嬉しかった。11時半を過ぎて女子トイレへ行くと、私を追いかけるように入ってきた派遣社員の中島さんがランチに誘ってきた。
中島さんとは似たような仕事をしているからか、営業部内で唯一仕事以外の雑談もする仲だ。基本的に私はお弁当持参なのだけど、時々誘ってもらってランチに行ったこともある。ごめんなさい。今日はお弁当を持ってきちゃった。せっかくのお誘いだけど、断った。うん、突然ごめんね。でも、どうしても急いで会社の外で話したいことがあって。中島さんが何やら相談したい様子なのを察して、ランチに応じた。彼女は私に気を使ってくれて、コンビニでサンドイッチを買い、天気が良かったので、近くの公園でお昼を取ることにした。小宮さん、明日の商談は大丈夫？中島さんは私が大きな仕事を任されたことを心配して声をかけてくれたのだろう。心配してくれたお礼を伝えると、彼女は辺りを見渡した。実は、聞いちゃって。中島さんは声を潜めて話し出した。その様子を見てから、先ほどは会社の人間がそばにいないかを確認したのだろうと気がついた。中島さんは午前中に私が席を外している間に、菅原チームの他のメンバーたちでやり取りされていた会話の内容を教えてくれた。私が商談に備えて、より詳細な資料を調べようと資料室にこもった際、亀井主任と太田先輩は係長に詰め寄ったそうだ。なんであんな大事な商談を小宮なんかに任せるんですか？と、主任は係長に立てついた。大事な商談じゃないから小宮さんに任せるのよ。と、係長は笑いながら言ったそうだ。彼らが疑問を投げかけると、あの子は目障りなのよ。窓際に追いやられているのに、平然と居座って。これで本人もきっかけができるでしょ？と話したという。そうか。私の中で点と点が線でつながった。今の我が社の主要商品は北欧家具だ。北欧家具や北欧雑貨が世間でブームになったことを受けて、我が社もデンマークやスウェーデン、フィンランドとの取引が中心となっていた。輸入家具としては比較的低価格帯にあたる北欧家具だが、薄利多売でも売れるものを売るという社長の方針で舵を振り切っている。今回の商談相手はイタリアのヨーロピアン家具メーカー。新規の取引相手として獲得できたら儲けもの、特に失敗しても痛手があるわけではないという計算なのだろう。係長は本格的な商談は初めての経験となる私のことを考えて、負担の少ない相手を選んでくれたのかもしれない。窓際社員に甘んじることなく、新たな仕事にチャレンジしなさい。という、係長からのパスなんだ、きっと。期待に応えて、ゴールを決めてみせる。これは、何が何でも成功させなくては。闘志がみなぎってきた。無茶なイタリア語での商談を強要して、わざと失敗させて、会社に居づらくさせる作戦なんじゃないかと思って。中島さんは不安げな顔でこちらを見た。係長たち菅原チーム内の表面的な会話を受け取った派遣社員の彼女が心配するのは無理もない。業務連絡上、必要なことや雑談以上の社員たちの詳細な個人情報は知る由もないだろうし、知らなくて当然だよね。気にかけてくれてありがとう。大丈夫よ、きっと。私を心配するあまり、元気をなくした彼女を励ますように、ハキハキとした声で返事した。ああ、小宮さんって、見かけによらず、意外と能天気なんだね。
中島さんは唖然としていた。翌日、イタリアとの商談の時刻が予定通り迫ってきた。さすがにビジネスとなると、緊張が襲ってくる。どうせ失敗するだろうけどな。せいぜい頑張れよ。亀井主任がヘラヘラと話しかけてきた。私が緊張しているのを見抜いて、リラックスするように声をかけてくれたのだろう。昨日も言ったけど、全責任はお前な。菅原係長がプレッシャーをかけてくる。不器用な係長なりの応援を受け取って、いざ会議ツールでの商談が開始した。私がイタリア語を話し出した途端、なぜか菅原チームのメンバーがどよめいた。そうね。実際話しているところを見せるのは初めてだもんね。多少疑われていたのかしら。ソフィア。商談相手のファーストネームを呼んだ私の肩を太田先輩が叩いた。さすがに慣れ慣れしいんじゃないの？と書かれたメモを画面に映らないように見せてきた。ネイティブな発音のイタリア語を聞き逃すまいと必死な私は、先輩を取りなすように軽く手で合図を返した。ビジネスの話は20分弱で終わったが、まだまだ話したいことは尽きなかった。しかし、ここは会社だ。使用の通話は後日改めてしようとソフィアと話し合って、通話を切った。ちょっと、どういうこと？画面が暗転したことを確認した係長は、私の肩を掴んできた。イタリア語、ペラペラじゃない。開いた口が塞がらない様子の係長に、逆にびっくりしてしまった。彼女たちが、なぜそんなに驚いているのか、私にはわからなかったから。だって、菅原係長は、何もかも知った上で、担当を私と指名したんじゃないの？まさか、知らなかったの？チームのみんなに商談が成功したことを伝えると、喜んでもらえると思っていたのに、シーンとしてしまった。まさか、こんなことになるとは。係長は呆然としたまま力なくつぶやいた。私が幼少期にイタリアに住んでいたことをご存知なかったんですか？私が質問すると、係長と主任、太田先輩もみんな首を横に振った。てっきり、私がイタリア語で不自由なく会話できるから抜擢していただけたんだとばかり。では、なんで私に担当が回ってきたんだろう。不思議に思っていると、菅原係長は自分を納得させるように何度か小さくうなずいた。少し話しましょうか。主任の発案で菅原チーム一同が会議室に移動した。全員が席に着くと、主任が口を開いた。今回の商談をセッティングしたのは、小宮さんを陥れるためだったの。係長は私のことが本当に目障りだったらしい。プレッシャーをかけるのも係長なりの激励だと思ったし、商談はチャンスを与えてくれたんだと感じていました。明るく言った私とは対照的に、係長は気まずそうな顔をして、再び首を横に振った。こういう空気が読めないところが帰国子女だからって言われちゃうゆえんですね。私はむしろ笑い飛ばして欲しくて言ったのに、お通夜みたいな空気は続いた。そして、係長はどうして私が目障りだったのか正直に話してくれた。うちの会社は輸入家具をメインに扱う販売会社で、海外との取引が中心業務である割には、
日本企業の古い体質が残っていた。能力主義とは程遠く、年功序列を重んじる傾向。レディーファーストは見せかけのマナーに過ぎず、社員の人間関係としては男尊女卑気味な思想がはびこっている。係長はそんな男社会の中でも認められようと、必死で上を目指しながら仕事をしてきた。派遣社員と変わらない仕事ぶりなのに、のうのうと正社員前としているように、係長の目には見える私は疎ましい存在だった。あなた、ほら、人の目を引く容姿をしているから、お飾りにちょうどいいと思ってチームに入れたのよ。係長は見栄えがいいから、リモート会議の多い海外との商談の際、画面の端に見切れさせておけばいいと考えたらしい。そして、私は適当に仕事をしていればいいと部長をはじめとする男性社員たちにチヤホヤされていると感じていたそうだ。逆ですよ。私は入社してすぐ部長に、女のくせに自己主張が強くて生意気だって言われて、仕事を任せてもらえなくなったんですから。私がそう告白すると、みんなその事実を知らなかったようで、意外そうな顔をしていた。北欧の取引相手とは、主に英語でやり取りしていたが、たまに英語に不慣れな方もいる。私は会社の役に立ちたいし、認められたいから、デンマーク語やスウェーデン語も勉強したけど、部長から、必要ない、と無下にされた。帰国子女であることをそんなにひけらかしたいのか、と、私の努力に対して面白くない顔をしたのだ。部長に、帰国子女であることは言い訳にしたくないので、他の社員には言わないでください、と、啖呵を切ったことは、どうやら守ってくれていたようだ。だからこそ、菅原チームのみんなも、私が帰国子女だと知らなかったわけだし。事情を知らなかったとはいえ、ひどい態度をとってしまって、ごめんなさいね。係長が私に謝ってくれた。そうそう、なんで通話開始早々、ソフィアって呼び出したんだ？イタリア語がわからない太田先輩に聞かれて、事情を説明した。実は商談相手のソフィアは、イタリア在住の頃、同じ学校に通っていた幼馴染だった。係長に渡された家具メーカーの資料の担当者名に気づいて、通話中確かめたら、やはり懐かしい旧友だったのだ。彼女の父親はアンティーク家具の修復師だったことを思い出して話したら、父の背中を見てきた影響で、家具メーカーに就職したのだという。後日、ソフィアの勤めるイタリア製の家具メーカーとの正式な取引が決まった。その家具メーカーのヨーロピアン家具は、日本の消費者にとっても、比較的手が届きやすい価格で提供できそうだったから。アンティーク家具は高価すぎて手が出ないけど、芸術性に魅力を感じている方向けに、現代の技法で作っているデザイン家具だからだ。そして、北欧家具一辺倒なうちの会社の商品を敬遠していた顧客にも訴求力があった。現にうちの家族も昔住んでいた家を懐かしんでイタリア製の家具を取り入れたいと思っていた。そのようにヨーロピアン家具を個人で輸入するほど財力があるわけじゃないと躊躇していた層の新規顧客を獲得することに成功。当初の目論みとは違ったけど、結果的に再び仕事で輝くチャンスを私に与えてくれた菅原係長に感謝している。そして、手強い営業部長を筆頭に、我が社の男女平等化には程遠いけど、菅原チーム内の風向きは変わった。男性社員の二人も率先してお茶汲みしてくれるようになったのだ。係長でありながら、頻繁に給湯室へ出入りしていたのは、菅原さんなりの配慮だったようだ。そのせいで私が給湯室で八つ当たりを受けていたんだけど、
男社会で生き抜くために男性を立てることも重んじてきたんだという。同期なのに先に出世、しかもずっと営業一筋の加盟主任を差し置いて営業部係長になってしまったから、彼には相当気を使っていたそうだ。俺にコーヒーを持ってきてくれる時のついでだからっていう菅原の言葉を真に受けていたよ。今まですまなかった。亀井主任は鈍感だったことを詫びて、4人分のコーヒーを会議室に運んできてくれた。よりチームワークを高めていけるように意見を出し合いながら一緒にコーヒーを飲む。今では係長をはじめ、亀井主任や太田先輩も私のことをチームの一員として信頼して何でも相談してくれるようになった。いつの間にか菅原チームのみんなが笑顔で生き生きと働くようになって、私も前向きに仕事に取り組んでいる。